終戦の日を前に西村康稔経済産業大臣が今日東京九段北の靖国神社を参拝しました。静かな環境の中で今お参りをさせていただきました。去年10月の岸田内閣の発足後、閣僚の靖国神社参拝が確認されたのは初めてです。西村氏は参拝後、安倍元総理のことも思いながら全力を尽くす決意をしたと述べました。